はい、こんにちは、船さんです。先日ね、立花隆さんの動画を、まあ、拝見してですね、1000万円のギャラを獲得したければそんなもん政治家になったらええやん、で政治家になる、まあ、地方議員になるなんてことはたやすい御用で、まあ容姿端麗であったりですとか、あとはね、饒舌がね、口を持ってたりとかですね、まあなんかそういう部分で十分当選できるよ的な発言をされててですね、政治家というものが就職先だということを助長するような発言があってですね、いや政治家たるや、いや絶対あかんやろそれはっていう、まあ、動画を上げさせていただいてですね、まあそらそうだという方の意見ね、もちろん多数あって、まあ、ほっとしたんですけども、その中にはね、なんであかんねんみたいなっていう方もいらっしゃるのもまた事実なんですけれども、何があかんのかということがなぜわからないのか僕にはね全く理解できないんですけれども、利益相反をするような政治家を許してはいけないって世の中の国民みんな言ってるじゃないですか。その最たる人が竹中平蔵でありね、まあ橋本徹であったりですとか、まああとはね、まあ、菅官房長官のね、まあ補佐官だった人ですね、菅隆之ですかね。でまあこの人たちがねズブズブになって、で、まあ、国家戦略特区でもう好き放題やりましたよね。まあ外国人移民受け入れ法もそうですし、神奈川とかでもね、まあ画伝飲水と言われた、まあパソナがね、絡んだ、まあ、外国人を引き受けるね、まあさまざまあるわけですよね。でまあ竹中平蔵ね、まあこれまでもうそういったね民間議員で、自分はね選挙で選ばれたわけでもないですけれども、まあ諮問会議、まあ要するに専門家として民間の専門家だよということで議員面をしてですね、その会議に、まあ、出席して、でそこでああでもないこうでもないとね企画を提案していてですね、で企画を提案してそれを検討して実行する、その実行委員にも自分が入っている。で例えば、未来投資会議であったりですとか、今でこそ竹中平蔵氏は参加していませんけれどもね、経済財政諮問会議とかも、これまでは参加していましたし、まあ、現在は、まあ、自分たちの側近をね、送り込んだりという状態なので、政商というね、まあ悪名高い肩書きを、まあ、持っているわけですけれども、まあ、この人がね、まあ、でどんなことをねしてきたのかということをね、まあ、ちょっとずらーっとね、まあ、テロップでね、流していこうかなと思うんですが、まあ、要するに、まあ、国家戦略特区って何なのかっていうと、国がここの地域をこのジャンルこの分野でこう特化させて伸ばしていこうじゃないかというね、政府がその地域地域によって地方を活性化させるという名目上ね、地域に資本を投資してですね、でその資本を元手に自分たちが産業としてこう成長させることを狙った政策なんですけれども、蓋を開けてみると国家戦略特区諮問会議に出席している人間の企業がその国家戦略特区の恩恵を受けるという始末です。まあ例えばねオリックスというね企業も竹中平蔵氏が外部取締役として参加していたりとかですね、まあ先ほどのね神奈川の話もそうですけれども、まあ、パソナグループが入ったりですとか、まあそうやってね、まあ、政府のお金をじゃん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 自分のところに流入させるという悪行をたくさんやってこられたのがまさしくこの竹中平蔵さん
なわけですよ。で、まあ、あの規制緩和だの構造改革だのというね、名のもとですね、 PPP とか PFI とか、まあ、要するにですね、民間企業が公共事業を受け負ってですね、とか、まあ、公共事業と差し替えてですね、で自分たちがその商売をしていくと、ね、で、まあ、利益をね、出すことを最優先に、まあ、行われるわけですから、もちろんね、公共事業というのは利益目的ではありませんよね。ですけれども、民間企業が請け負うことによって、それは利益最優先になるわけですよ。なので、品質よりも利益が勝ってしまいますから、当然ですね、今まで公共事業で保たれていたものというのは、どん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 品質が悪くなって利益が上がっていきます。ということで、まあ、それのね、最たる、ね、話、まあ、大きくね、話題になったのが、水道法民営化ですよね。まあ、これも、もちろん水質で水道料金という部分で、まあ民間企業がやるとどうしても、まあどっちもね、国民にとってメリットがないということで、まあやっちゃいかんでしょっていう話なんですけれども、まあそれも推し進めちゃいました。それを画伝引水したのは竹中平蔵本人だということなんですね。で、まあ他にもね、まあ種子法廃止、まあこれも、まあ、まさに民間への拡大なんですけれども、まあそれもね、まあアメリカのね、まあ、CSIS というね、アメリカの有識者会議というのがあるんですけれども、まあそのね中から、まあ、日本の、まあ農業改革ということで、まあ農協をね潰そうよと。でこの農協に金が入ってて、農協が守っていると、この日本の農業、こいつさえいなければもっともっと自由化が進むと。だから多様な選択肢を日本人は選ぶことができるんだということで、まあ外国産業がね日本の農業に、まあ、入ろうかというところで、ねえ日本人忘れたのかとね、いうのが、まあ、食は日本は世界一だ、ね、誇りを持っているということはですよ、食べ物に関してはやはりこうクオリティね、最高品質のクオリティを保っているんだから、そこはブランドとして誇りを持って守っていくべきだという状態のはずだったのにもかかわらずですよ、多様化だと、外国産業食えればいいみたいなねことを言ってるね、まあ、あのおバカさんたちもいますけれども、安いに越したことはない、健康なんかどうのこうのそんなもん分かるわけないやろと、タバコ吸ってるやつ何人いんねんみたいなね、酒飲んでるやつ何人いんねんみたいなことを言ってですね、というね話がまあ噴出してですね、あたかもなんか正当化されたようなんですけれども、これもまさに何かっていうと、外国からすれば日本というね、これまで桃源郷のような産業ですよね、まあここにまあ入り込めるということはですよ、まあ、1億2000万人のね、まあ、需要があるわけですから、そりゃ大きいですよね。まあ昔ね、小麦粉を日本にね普及させるために、まあ、給食をパン食にしたと、こうすることによってアメリカが小麦粉を輸出できるようになってですね、パンというものに対しての親近感を根付かせるために給食にパンを導入したと、こうすることによって今や ね小麦のねもう輸入比率というのはね、最近でこそね少し下がりましたけれども、まあそりゃもうドル箱ですよ日本なんて。でまあこういうね、まあ常にこう民間が儲かるように勝負するんじゃなくてね、国を利用する、法律を利用する、もっと言うと法律を変えて自分たちの利益にするというね動きをどん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 できちゃうのが議員なわけです。ということはですよ、お金目的で議員になった人ね、こういう危うい考え方もできちゃいますし、そういう権力を民間人よりも握るということですよね。
で、そういう先輩がいるということはですよ、俺もああなれるんじゃないのか、ね、そういうバカみたいな夢を抱く、ね、議員が増える可能性すらあるわけですよ。いや、あのそこを正当化するということはですよ、もう竹中平蔵 OK って言ってると一緒ですからね。はい、いやこれはね、いくらなんでもちょっと引いちゃいます。僕はやっぱ気概をね持ってね、しっかりと、国民のためにね、自分たちは公僕だと、で、国民の代議士として自分たちはこれから地域で国家を発展させていくし、豊かにしていくし、守っていかないといけない、そういうね気概の精神を持って叱るべきなはずなのにですよ、ね、自分の欲望のためにね、そういう気概を捨ててですよ、欲望に溺れてその政治を自分の商売に紐付けてね、政商として名を馳せるというのは、これはね言語道断ですよ。こんなもの許してたら、いやそれこそね、もうルールもヘチマもヘッタクレもないですから。なので、いやこれまでの政治もね、良くないです、良くないですけど、じゃあこっから良くしていかないといけないのに、それを許すということは、いやこっからもいやたちまち良くならないでしょうし、いやもっとひどくなる可能性だってあるじゃないですかね、そういう人間がどん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 増えるということは。なので、まあこの間のね、立花氏の、まあ、発言はイコールでこういう人間を生むんですよという、もう至極真っ当で分かりやすい解説を行ったということです。あとはね、竹中平蔵という人間が、まあこれまでね、あれは一部ですけどテロップで流したのは、まあこういうことをね、してですね、まあ政商と言われるね、ゆえんですよね。ということで、ためになったなとか面白かったなと思っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、ツイッターアカウントの方のフォローの方も下概要欄にURL 貼ってますんで、そちらの方からフォローもよろしくお願いします。ということで本日はこの辺で失礼します。バイバイ。